ファインダー越しに誰よりも選手たちの姿を見てきました。上田西3年生唯一のマネージャー丸山花さんです。こういう場面の時は誰が声出すかなとか考えて、そこにカメラ向けて撮った写真は自ら編集して一本の動画にします。士気を高めるのが目的です。モチベーションビデオといい、試合前に全員で見ます。準々決勝前日のこの日はちょっと今日あんまり笑ってる人がいなくて今日は気合入ってます。今日は特に試合でもカメラを向けます。決勝戦も例外ではありません。1試合で撮る写真は3000枚以上にも上るそうです。その後ろで応援する選手たちの腰にお守りがついていました。全部で90人分、丸山さんが一人で作ったそうです。裏には漢字が一文字刺繍されています。親御さんたちが大事につけてくれた名前の頭文字を手縫いで刺繍、気持ち込めて刺繍しました。選手たちを支え続けてきた3年間。マネージャーになったきっかけは3歳上の兄の存在にありました。私のお兄ちゃんは高校3年生の時にコロナで甲子園が中止になってしまった年で、悔しい思いをしていって、そのお兄ちゃんの夢も自分が叶えたいと思って、長野日大でレギュラーの座を勝ち取った兄和真さん。ところが3年生で迎えたコロナ禍初めての夏、全国大会がなくなり、甲子園を目指すことすらできませんでした。コロナで自宅謹慎というか、自宅で練習しなきゃいけないときは、妹にティーバッティングでトスしてもらってずっと練習してたので、すごい感謝してます。甲子園に行きたい、兄の夢も背負って強豪上田西の門を叩きました。いや、もうすっごい嬉しかったですね。もう自分の、叶わなかった夢だし、上田西に負けた経験もあるので、その相手の強豪校に入ってくれて、そこで尽力してると思うとすごい嬉しいですね。兄と仲間と目指してきた甲子園まであと一歩。試合は両者一歩も譲らぬ投手戦になりましたが、8回均衡が敗れます。初球打ち、ライトの前に落ちた。松商学園の打線がつながり、終盤で突き放されます。その裏の攻撃、ランナーを2人置いて、打席にはここまで打率1割5分8厘と不振にあえいでいる4番小林亮太郎。飛び交います。打ち返した、大きい、伸びる、フェンスバンバンと三塁ランナー、そしてそのすぐ後ろに二塁ランナー、張り返ってきました。小林の2点タイムリーツーベースヒットが生まれています。4対3。あと1点。続くバッターは5番片平。絶対勝つぞっていう気持ち、本当に奇跡だったかなと思います。決勝のマウンドです。大きいぞ、大きい、入った。5番片平、試合をひっくり返す、ツーランホームラン。この試合最高の瞬間もまたカメラを通して見ていました。打ち上げた、右中間に飛ぶ、ライトが手を挙げた、ゲームセット、
2023年長野大会の頂点に立ったのは上田西高校。シャッターを切り続けた3年間、選手たちが夢を叶えてくれました。いやいやしたんですけど、勝つ切ってくれて嬉しいです。ちょっとお兄さんの夢も叶えましたね。はい、甲子園連れてってやるよって自慢げに言ってやりたいです。